か、でも針も効かないって本当よっぽどですよね、はい、針ってよく深いところほぐすって言いますもんね。でもそのあんまり今深刺しもしてくれるところないんですよね、うん、あそっかそっか。針自体もなんかその痛くないが売りになっちゃって、うんうんうん、あ確かに確かに、どんどん細く細い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 、で俺ぶっとい針刺してほしいんですよはいはいはい、奥まで、はいはいはい、でその太い針お願いしますって言っても、はい、あの置いてないんですよね。ああはい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 、その誰も使わないから、うんうんうん、ね、まあ、ちょっと危険も伴ったりしますしね、はい、なんかでもこの太いの奥までっていうのがまた変態っぽくていいですね俺変態的な感じで言ってないですよいやそうですねでもそしたら本当に中国人とかがやってるやつに行かないとになるんですかね。あれもどうなんですかね、あれ逆に怖いんですけど。確かにちょっと怖さありますね、はい、いろいろあれですね、なんていうかこう、これすごいですね。あ、これはいいですか。いやもうこれ、はい、あのこんにゃくでペチペチにもらってないです。あ、そうこんにゃくにもらってなかったそっちの意味ですごかったんですね。これタオルでパサパサですねこの辺は感じます、はい、これはこんにゃくぐらい、こんにゃくぐらい、はい、でこっちだとタオルパサっておもろいなんかこの動画あの、まあ、もしかするとちょっといろいろ荒れるかもしれないですけど、はい、はい、私はちょっと いい動画になりそうな気配が。ピチピチどころでもないですね、パサパサ、そうだ、ね、あでも凝りすぎちゃってるってことですよね、はい、その足りないなっていうことに対して、はい、あのなんかなんだ下手くそだなとかそういう気持ちも別にないんですよね、はい、あもうそういうのは10年ぐらい前はありましたよ、うん、あはい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 、はい、ただもう今は割とその慣れたというか、はい、半分諦めたというか、うん、まあこれが現実なんだなと、うん、分かる気がします。どこ行ってもそうだから、はい、もうこっちが普通なんだなみたいな。そうですよね、もうしょうがないんだなと、はい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 、俺は金を使い続けるしかないんだなとなるほどね、はい、まあご飯と一緒ですよね。あご飯と一緒、はい、食べ続けるしかないじゃないですか。あ確かに確かに。で例えばご飯を食べるにあたって、うんうん、なんだよご飯高えなこんなのに金使いたくねえよっていう、うんうん、ならないじゃないですか。ああまあまあね、ご飯はまあまあだって食べないと死んじゃいますからね。そうですね、まあ、それと質を落とすかどうかぐらいの話 で、 そうです、ね、お金を使うことは確かですね、うん、なんでそれと同じなんですよ。はい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 、はい、ないとダメなんで。確かに、その使うことを前提に、はい、他 で、 です、ね、節約するかとかぐらいしかないですよ ね、 ですね、はい、であんまりこう節約もできないんで、あだからいっぱい稼ぎたいんですよ。なるほどね、はい、タモさんってお洋服とかにはお金つけな使わないですか。あの靴とかこれもまたサイズがないんで、はい、なんかそのあんまり好きな服を買えないから、あ面白くないんですよね買い物が。あはい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 、だからもう何でもいいやみたいになっちゃってますよね。ああもう入ればいいやみたいな、どうせ選べないしみたいな。ああなるほど、はい、それはちょっと残念ですね、はい、本当は着たいやつがあるけど、ね、サイズがないから諦める、はい、だから買い物行くとそのタグを見て、うん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 、サイズから選ぶみたいな。あ、はい、デザインじゃないんですよ。はいはいはい、でかそうなやつを、はい、なるほどね。足も大きいですね。足は多分29とか30とか。あでも物によってはもう29は入んないですね。うん、まあそうで
ですよね。ちょ30ありそうと思いました。29で入るんだって。逆にサンダルは32とか入ってます。あ、はいはいはい、そんな感じですよね。なんか別に30、31あたりかなと思いました。29だと小さそうな気が。もう29だと、はい、その幅が広めのやつは入るんですけど、なるほど、はいはいはい、あのちょっとこうシュッとしたようなやつは、はい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 、口に入っていかないですよ、ね、そうですね、はい、この足幅がもうね結構ありますもんね、はい、で甲も高いんですよ。はあ、そうなんですね。こうね、ここ厚みがやっぱありますね。スリッパとかも、うん、あ、はい、入ってなかったですよね。履けないですね。かかと痛いんですよ。そうですよね、無理してつま先だけ履いてもね。はい、あれだからなんかその昔から履けなかったんで、はいはい、あれずっと子供用かと思ってたんですよ。今度反対の向きになってください。小学生の頃から28とかだったんで、足大きい。あの、あれ履ける人いるのかなって思ってたんです。いや、だってお母さんとかもっと小さいわけじゃないですか。いや、でもその結局小学生である自分が履けないんだから、大人が履けるわけないだろうと思っちゃったんですよね。他の子よりも自分が段違いにでかいなっていう認識はあんまりなかったんですか。多分小学癖ってバカだからそんなこと思わないんですよ。へ、はい、そうなんだ。やっぱり何でも自分が基準になっちゃうんで、あ、はい、自分が普通ってなっちゃうんですよね。へ、そうなんですね。あ、じゃあ例えば他の子が大きい大きいって言ってきても、はいはい、みんなが小さいだけだよぐらいに。そんなもんですよね。あ、そうなんだ。へー、すごいな。じゃあ身長も170とかあったんですか。卒業で175とか、うんうん、うおー、でっか。ランドセル絶対入んないですよね。小学校4年か5年からバックで通ってました。、はい、あ、もう小さくなっちゃって、はい、へえ、すごい早い。小4でも6年生レベルになってたって、6年生以上になってたってことですね。そうですね、ねえ、175だもんな。ランドセルはもう全然ダメでしたね。へえ、そうか、大きかった、はい、子供の時から大きいんですね。そうですね。でも多分子供の頃の方が大きかったですね、うん、へー、その感じで考えると、はいはい、止まるのが早かったなみたいな。ほうほうほう、そっかそっか、もっと大きくなるはずだったのにみたいな、はい、中1で止まってますからね。あー、へー、逆にそれも不思議ですね。早いですね。あの成長痛半端なかったんじゃないですか。いや、そうでもないですね。痛くなかったですか。まあ、痛いは痛いけど、はい、まあ、軽い筋肉痛みたいな。あ、そんなもんだったんですね。はい、だからもう痛くて歩けないとか、うんうんうん、そんなのはないですね。へー、よくなんか急に背が伸びた子とか体育見学したりしてましたけど。あ、そういうのはないです、全然。あ、そうなんですね、はい、何の話でしたっけ。背が急に大きくなって止まっちゃったんですね。中1で止まると男子にしては珍しいですね。そうです ね、 ねえ、まあでも184あればもう十分とも思いますけど。いや、でも190は超えると思ってたんで、ああ、こんなもんかって思いましたね。あ、止まっちゃったよみたいな。あ、ちょっとなんか悲しかったですね。あ、ねえ、残念ですね、確かにね、はい、へえ、もっと伸びる予定だったんですよ。まあ当然思いますよね、はい、小学生で175あったら中3までは伸び続けるって思ってました。はいはいはい、まあそのぐらいまではね、確かに伸びますもんね。確かにみんな伸びていってますもんね、はい、中2、中3、早っ、一気に来てパッと終わっちゃった感じなんですかね。そうですね、小学校1年生で130あったんで。あ、大きい大きい、もともと大きいんですね。また他の人とのギャップがありそうですね。だから、普通のサイズ感が分かんないんですよね、うんうん、はい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 、だからその
お客さんに着替えを用意するじゃないですか。はい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 、はい、で大体その体型を見て、この人だったらこのぐらいのサイズかなって思って出すと、みんなブカブカなんですよね。へえー、あそっか、はい、自分比較でするから。サンドさん今さちなみにサイズいくつの着てらっしゃるんですか。今 4L か 5L です。あーでっか。確かに 5L とかはなかなかないですね。もう 3L じゃダメですね。あ、そうですか。 3L 超えると服選び確かに難しいですね。あの 3L 超えると裾が長くならないで幅だけでっかくなるんですよ。でもっと本当は裾が長いの欲しいんですよ。あーなるほど。お腹出ちゃいますもんね。はい。